サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか伝説は本当だったのか。1000年に1人現れる、どんな天才戦士も超えられない壁を超えてしまうサイヤ人、スーパーサイヤ人なのか。どうする、おめえたち、とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてえにぶっ倒されてえか。聞いたか、バーター、あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力で陸部を倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろ。やつの戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。行くぞ。ああ。やっぱ蹴らねえか。やっぱ蹴らねえか。よっ、はっ、
体何者だ。地球育ちのサイヤ人らしいぞ。よっ、はっ、はっ、よ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 っ、は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 っ、あんたら油断しすぎじゃねえの？
攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために、あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつに あんなパワーが。これでわかっただろう。無駄な戦いはやめてこの星から出てけ。悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが、でも足も出せないまま、やられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をミスミス逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オーラも修行してずいぶん強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうんか。そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ、今の悟空の凄さを。 あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やったん？2つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが、あっちの方角に杖液を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は大変だ。最長老さんところだ。まずいぞ。フリーザのやつ願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。なんだと。よし、クリリンとゴハンはドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。わかった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをブルマさんのところに取りに行かないと。ああそうだな。よし行ってくれ。気つけてな。頑張れよ。ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。ちっ、まあいいだろう。おめえも死にかけて全開してから力がぐんと増えたはずだ。
知ってやがったか。フリーザもギニューたちも宇宙船にいないとなると、今あそこには誰もいないというわけだな。どうしたベジータ？なんでもない。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。つけぞ。さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。ギニュー隊長自ら制裁を加えてくださるぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、妙でしょ。愚か者め、スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんなサイヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもう一人のやつを倒してくれ。カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。
アーバよ、やった！ベジータ行くぞ！おお、ベジータのやつ、オラをこいつと戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを手に入れようって腹かな。さっきの登場で悪いが、一気に行かしてもらうぞ。おお、相当の自信だな、この義勇様が。すぐにその腹っ柱をへし折ってやろう。こいつは思った以上にできるようだ。ベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。ああ、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていた
スーパーサイヤ人なのか。さあな、ケンドよ、オラ無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと、貴様本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う。チェイス、俺のスカウターを持っていろ。何を。気に入ったぞ、貴様のその強い体を。チェイス。なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたのは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが鉢合わせする。待て。うまく地球に帰っても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。言っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました、最長老様。どうか死なないでください。ま、いいでしょう。チリの一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザといって、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。ん？頼んだぞ、ネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。
わかりました。なるほど。ですがあなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろう。ま、いいでしょう。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お酒！ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して、奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら、奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。クリリンさん、あっちの方向です。よし、ご飯、急ぐぞ。7個集まってるみたいです。よし、チャンスだ。父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。そうですね。クリリさん、あそこ奴らの宇宙船だな。それにしても悟空のやつ、一体どんな修行をしてあんなに強くなったんだろうな。ドラゴンボールの反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ。誰もいなさそうだし。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った七つの玉、シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。はい。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。なんで？ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしてやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。邪悪な二つの気を感じるぞ。
間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃあ、お父さんはやられたの？え、悟空？ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか？ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ？何言ってんだ？ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか？それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか？その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって、どういうことだ？わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって？うん？お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長、ギニュー様だ。そんな、あれがお父さん？体を入れ替えただと？厄介になってきやがったぜ。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな、貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様いつの間に。早速この体のパワーを試させてもらう。Yeah!
恐れているだろ。この俺がベジータごとくんだ。あのベジータがなぜこんな戦闘力を。ということだ。シースがやられるとは。次はお前だ。死ねー。まさかチェンジ。間に合ってくれ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん元の体に戻ったんだ。くそ、今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今やつにベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞ、その体を。はっ、これだ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。いい加減喋ったらどうですか。ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もう、お前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。
何？全体の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ。すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療してる間に最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。フリーザにだけは会わないようにしないと。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。フリーザの気を。せえ。な。
まあ、どうしよう。悪いな。
そう。これで癒した。ほう。
まあ。まあ。ありがとうございます。はい、はい。